ポジション取っているような形になっています。はい、坂本から今度は藤田、奥野が高めの位置を取っています。清武この位置でボールを持って、ただ守備ラインはしっかりできている名古屋。ただ抜けてきた大久保、大久保シュート。セレッソサポーターの思いを受けましたが、枠を捉えることはできませんでした。まあ、縦パスがね、若干こうボールがスリップして、ラインのコントロールをしっかりやろう、このままだと負ける、気持ちを含め走ろう、球際強く、そう話しています。名古屋にとっては勝ち点3はどうしても取りたい。松田陸折り返せるか、浮き球を使った、ランゲラックも出ている。吉田豊、坂本中に出しますが、そこに